裁判の、口頭弁論書の調書、休止ということになっています。令和3年括弧は、第4835で、期日云々のところ、8月16日なんですけども、この時、令和3年8月5日、精神病院に入院させられています。これが、人明会病院という病院ですね。で、ここの医者をしていた永田という男に関しては、ホームページ、淡井圭介の履歴の、淡井圭介は覚えておかなければならないこと、裁判用だったかな、淡井圭介だけじゃないですね、世の中全般の方ですね、社会全体の仕組みとして、このような形で、裁判官の方はこの方なんですけど、乳母迫、博さんと読むんですかね。で、僕もあんまりその裁判得意な方じゃないんで、やっぱりプロの人じゃなかったら詳しくわからないんで、その出廷者当事者は当然僕精神病院にいられているのでいません。で、指定期日、書いていません。で、弁論の要領と、当事者不出頭ということになってます。それは精神病院にいられているので、出廷できません。で、その前にね、ちょっと待ってください。先にこちら言いますね。訴えの取り下げ、議政と、議体の議の漢字と、制するの制と書いて、議政という漢字ですね。これもちょっと、国語辞典、漢字辞典とかを見て、ちょっと意味しっかり調べなかったら、よくわからないんです。そのインターネット上だと、その全文に書かれている内容の意味みたいな受け取り方もあるんですけども、行方不明にこうなってるだとか、そういうふうな形になってるんですけど、本当は裁判所の方からその精神病院にいられてる云々とかはわかるはずなんですね。で、精神病院でどのような受け答えをしたかっていうのは僕の方で認識全く覚えてないんですけども、その永田って名乗ってた、その精神病院の医者、有馬警察署でも永田という名前で、警察官として働いていて、もともと秀和株式会社でも働いていたし、そもそもで言うと、フルーツラパークで1998年頃働きに来てますね。か、もしくは僕に何か言いに来たか。で、もう一点、その書類が裁判所からその出廷の、期日っていうのを書類が届くはずなんですけども、僕、ポストの中から結構いろいろ盗まれたりしてるし、そもそも僕の自宅から仮執行の勝訴の判決の書類まで盗まれたりしてるんで、この裁判が開かれるっていうこと自体、僕知らなかったはずなんですよ。で、ただ、その期日がこの日だったとしても、書類が届いていたとしても、書類警察官の方で押収してません。誰が押収しました？で、裁判所の人に聞きに行きましたよ。こう、近年で私訴えられてますかって、訴えられてませんって回答です。だから、一法律だけで動く人間が一番危なくて、ただひたすら隠蔽で動いてるようにしか見えないんでしょう。ただこの人明会病院に関してね、ごめんなさい、ちょっとスマートフォン落としたんですけど、人明会病院に関して一番最初に出てきたのは委員長だったんですよ。で、片言言葉で何かものを言うんですけども、その全体的な概要っていうのをしっかりと言ってくれない。だから、その人がなぜ一番最初に出てきて、その後、永田というものが出てきたのか。で、永田という男に関して、その、春山整骨院の、その、代理人として、もともとこの裁判で、ちょっと待ってくださいね。書類確認中。ちょっと待ってくださいね。その永田というものが代理人という形になっていて、電話番号等が、記載されていたんですけども、
ちょっと待ってくださいね。これですね。もうこういう方ですね。で、だから警察官をしていて、で、まあ何がどうなってるのかっていうのはよくわからないのと、あと書記官に関しても、こちらの方の書類では主任書記官、係書記官ということになっていて、僕もこれこの書類見て初めて知りました。あの他の裁判で訴訟費用の救助申請が通って、弁護士さんなしで裁判始まって。まあ、2件ほどあるんですけども、そういったものは。現場って、その裁判官の方と、その隣に書記官の人が座ってるところまで覚えがあるんですよ。ただ、現場にもう一人書記官がいたかっていうと、まあ、そういうわけでもなかったので、これはもう、その、プロで働いてる人じゃなかったら、なかなかわからないと思うんです。この書類を買ってから、その主任書記官の人と係書記官の人の、まあ、印が入ってると、この滝川さんっていう人が、そもそもこの裁判に関わってる人なんでしょうか。で、これも書類見てたら、まあ、これはね、この件に関しては訴訟費用の救助申請通ってないんですけども、書記官はまあ松井さんで、裁判官のところここ名前空いてるんですよ。この書類のところで、皆さんどう思われます？世の中の実態的なところで。これね、本当はその、記載しました？してません？プリントアウトしたときに、会社とかでね、こういう書類が本当に出てきてるとか、なんか、そういうことをね、言ってた人とかもいて、僕も覚えあるんですよ。落ち込んだ覚えのないワード、最後にね、何々ですって、まあ、敬語で記載するじゃないですか。それが、プリントアウトしたら、ですですになって、いや、本当に、サイバー攻撃されてる瞬間とか、僕のホームページ、淡井圭介の履歴の、この、これがホームページの画面なんですけども、この YouTube 一覧表っていう、まあこれ基本的に左側に書いてるこの YouTube 一覧表で、その後に、その内容っていうものを説明してる内容のものがあるんですけども、これね、サイバー攻撃、まあ、電波でのサイバー攻撃、多くの人が知っていた方がいいですって、まあ確かこの欄だったと思うんですけど、まあ他にもいっぱいいろんな欄作ってるんで、まあ、ここ見ていただいたらね、そのパソコン持ってる時に文字変えられていたりだとか、普通こんな風に出てこないっていうことがわかるように、録画できています。それって AI なんですね。人間がどうこうしてるわけじゃないんで、その、裁判所の人とかもその、言動でなんとなくわかるんですよ。いろんなことを経験してるなっていうのが、その、書類を引き出してきたりするときにね、その、あれの相手をしてこようかとか言って、まあ、席立って、一人ごとで、まあ、パソコンの方に向かっていったりだとか、まあ、まあ、いろんなことをして、その、まあ、みんな最初、嫌気がさしてっていう部分があるかと思うんですけども、まあまあ、こちらの方はね、代理人のところの名前が入ってなくて、これは3年3月の29日なんですね。請求棄却で却下みたいな形になっていて、で、ここ、書記官の人の名前も裁判官の人の名前も、もう係名は 3A ってなってるんですが、3A って何です？これね、一般人の方からしたら、まずわからないし、ある程度かなり裁判慣れてる人とかじゃないとわからないとは思うんですけども、ね、この後、ちょっと待ってくださいね。商定管理官っていう方とか、ちょっと待ってください。もうこれ、印がほぼほぼ見えてないんですけども、商定係長の人、まあ、この方とは別の方だとは思うんですけども、
仕組み自体がどうなってるのか全然よくわからないんですよ。一応まあ隣の方に首席、書記官とか主任裁判官だとか裁判長とか所長で、裁判始まってから裁判長が決まるっていうことですか？バレたっていう声が聞こえてきてるんですけども、その裁判開いた時のその担当者の方が基本的に裁判長ですよね、その裁判官の。その事件の。その法廷に出てこられてる方が、けど、絶対合議制ですよね。もうそれはちゃんと六法全書見て確認しています。で、いろんな法律面もそこに記載してます、その手の内容も。記載していたと思います。もうそれし始めたら、すべての法律名まで、書いて、で、第何条とか、それ書き始めたら、きりなくなるんですよ。本当に。で、あと、こちら、通知書、受領員が、まあ、梅崎さんということになってるんですけど、これもよくわからないんですよね。通知書受領？これはどちら側っていうことなんでしょう。これは裁判所に勤務されてる方ということなんでしょうか。で、債権発生日ということになってるんですけども、証拠の動画いっぱい提出してるんですよ。ただこの瞬間の時に、その証拠の動画を提出したのか、少し遅れてから証拠の、動画を提出したのかっていうと、多分少し遅れてから証拠の動画提出してるんですね。だったらもう、わかんない。もう、はっきりその時のことまで記録してなかったらわからないんですけども、これね、それもあるんですけども、まあ、竹田恒也さんとか、皇室の方たちとか、国会議員の方たちにご相談なんですけども、ちょっと待ってくださいね。まあ、一番下の方の欄に、裁判関係は YK 助が覚えておかなければならないことっていう欄が、まあ、あるんですけども、まあ、ここに、今まで仮執行の勝訴の判決もう一回買いに行って盗まれたから、だがまあ、実際にその裁判妨害には合ってるっていうことはわかると思うんですけども、証拠云々の話まで逃げようとしたところで、で、これもともとね、もう、どこ働きに行っても、その法律通りに稼働して賃金の支払いしてもらったところ、一つもないんですよ。基本的に。もうフルーツアラパークからしてそうで、多分その時、人材派遣業法ができたのが昭和63年でしょう。で、僕は1997年、もしかしたら1996年も働いていたかもしれないんですけども、まあ、神戸市立ホテルフルーツアパーク、まあ、基本的には99年までいて、その後大阪ヒルトンホテルに働きに行ったりとか、まあ、合間の日にもフルーツアパークに働きに行ったりとかもたまにはありました。で、そこでも割増賃金だとか、祝日法に当てはまるところでの割増賃金とかも払ってもらっていません。で、他にもまあいろいろあるんですけども、こちらが、働いてる勤務中に、どういうふうなことがあったかっていうところで、殴られたりだとか、急に、そこの従業員じゃないものですよ。従業員しか入ってこれないところに入り込んできて、いきなり、ボディーブローを打ち込まれて、もう当然こちらも、もう息もするのも苦しいぐらい、もうとにかく、溝落ちのところ、内臓がひっくり返るって言ったらいいんですかね。もうとにかくめちゃくちゃ苦しかったですね。で、もう、それ男性だけじゃなくて、女性も飽きて油断できなくて、髪の毛が金髪に近い色に染めてた女性数名ですね。両サイドから右手と左腕を両腕で引っ張られて、相手がだから両腕を使えている、こちらは片腕しか使えない状態で、足腰まで力入れて、その全力で、一つの腕を引っ張ると、たとえ体は自分より小さくても、相手女性であったとしても、抵抗できないんですよ。筋力的に。両腕プラス足腰プラス背筋とかの筋肉使われた時って、片腕じゃもうどうにもならないんですよ。ちょっとやそっとの鍛え方じゃ。
もう腕伸びる前に振り払わなかったら絶対間に合わない。で、それは、他の警察官の方が、フルーツフラワーパーク、その時株式会社神戸屋、あと神戸市の人もたくさん働きに来てくれてましたので、課長以上とかの立場の人とかが、で、通すところに話し通して、で、警察官の人とかも立ち会いで、もうこういう時、もうこういうふうにせなあかんからっていうことで、もう、あえて女性でももう全力で振り払ったり、押しのけたりとか、もうそういうふうにせなあかんからって、俺らも、通報以前の前に、まず通報できる状況じゃない。そういうことがもともとあって、で、大阪ヒルトンに働きに行って、淡路花博だとか、で、その間、勤務者としてストーカー行為、付きまとい行為、何か様子を探りに来てた連中がいっぱいいたっていうのは、後で分かった方ですね。で、正直裁判所内の勤務者の中に、これね、受注ハックで、キャバクラとかで働いてた人間、それもともと銀行が開いてるんですよ。銀行系列が。もうフィナンシャルグループでもうくくってますから。で、裁判所内にいました。受付の内側に。だから裁判所内で勤務してる人、もう全員がそうなんですけども、そこ僕、フルーツラパークで、久しぶりに働きに行った時に、1999年より後の方ですね。黒服着てる人間の方が基本的にキャプテンとかそういう風なランクで聞いてましたので、ただ今考えた黒服着てる人間ってダメな方の人間だったんでしょう。テレビとか通して一回広まってしまうとみんな本当のことがよくわからなくなる。で、その人間が再三、お金貸してくれたのなんだだとか、昔僕はフルーツラバーグでね、いろんな結婚話をしてテレビに出た人間の人の話とかを、多分その人が電話の受付で受けたりするでしょ。カトレアとかで、カトレアにいたものなんですけども、その人に情報が伝わっちゃうから、僕に直接電話代わってもらわなかったら、その人たちが電話かけてきていたとしても、正しく伝わらない。で、そこを利用されて、その男に、金貸しをさせられてるんですけど、内容が東京行った時に、どこか働くところがないと困るやろうみたいな話で、神社の境内にある、弁当の仕出しとか行ってるところのその債権を手伝ってくれないかとか、そんな話でね、200万ほど貸さされて、それはこちらの方の、内容のものなんですけども、ちょっと画面がいちいちぼやけるのが変なんですけど、本当はここまでなかなかぼやけないですよ、途中で。なんか点滅するように今ぼやけてたじゃないですか。で、ここの、この上村秀明というものなんですけども、これ、いちいち画面ぼやかしてたら隠蔽になるからダメよ。犯人隠匿の罪になっても知らんよ、コンピューター。この住所からもう移転されてるんですよ。で、このもう一人の人間、新部という男に関しても、住所移転していて、移転先は、突き止めて、郵便局を通して、いろんなことをね、お伝えして、で、一番上まであなたが話持っていけるところまで持って行ってもらって、対応してください。これ絶対と通りますからっていうことで、ちゃんと相手の移転先の、住所出てきました。で、そこまでワンセットにしていたものを盗まれてるんですね、家の中から。で、これね、ちょっとね、僕も今までの件全部思い出すと、訴訟費用の救済申請通っても、裁判はある程度進んでいても、例えば国関係とかを訴えたときに、多分、その国関係の人たちにね、誤解が生じる内容がずっと情報が伝わっていた。
例えば、秀和株式会社を訴えた時の内容に関してなんですけども、供託金、委託金というような内容のもの、冬場、東洋巡回販売で売る仕事なんですけども、そのお金を、一時的に会社がプールしていて、まあ、プール貯蓄ですね、貯蓄というような形で、まあ、支払いをね、本当はすぐにしなきゃならないものなんですけども、お給料っていうものは、出来高だろうとなんだろうと。で、その半年の間で、途中で辞められたら困るから、辞めなかったら、そのお金は、払いますっていう形でね、一時的に預かるんですよ。だけども、そのお金も、金額と労働時間を考えたときに、一月の労働時間が300時間を軽く超えてるんですよ。で、最低賃金法に当てはめて、祝日法とかから考えていくと、その金額もおかしいのと、そもそも供託金とか委託金と呼ばれてたものを受け取ってない。その日給プラス出来高とかそういう話で計算ややこしくされて、もともとけど気づく人は気づくんですよ。最初、日給1万1000とかそういう話で、まあ8時間ぐらいの労働かなと思ってたんですよ。危険物取扱いの免許だし、もうまあまあ危険だし、まあきつい。その当時の販売数量から考えると、年末だとか、それなりのものかなと思ってたんですけども、それは8時間労働じゃなくて、朝の8時出勤で夜、早くて終わるときは22時30分。とんでもない長時間労働です。だから一月の労働時間は370時間になります、なります。で、仕事の内容も正直、忙しい時とかは、給油に帰ってきてる時とかは、まあ、給油っていうのはそのタンクローリーに販売した後、まあ、タンクローリーに積んでる灯油がなくなってくるわけじゃないですか。それをもう一度積みに帰ってくるんですけども、その時に灯油積んでる間にタンクローリーの上で食事をする。まあ、そういうふうな生活でしたね。だから休憩時間、まるまるない日が結構あった。そんな状況ですね。で、さらにそれで供託金、委託金を払ってくれてないのに、その秀和株式会社は国の方に、この人に源泉徴収票でこれだけ払いましたっていうことを言ってるんですよ。で、その時に、僕、自分の方でも計算しました。住民税が、収入がどれぐらいだったら、住民税がどれぐらいになって、住民税がどれぐらいになったら、そこからの計算式で、国民健康保険代がいくらになるかとか、それがあるんですよ。それ一致しなかったんですね。で、それで、神戸市北区役所の主査の人に、いや、もう何回計算しても合わないんですけども、本当にこれで合ってますかということで、いや、青江さん、これだけお金、収入あることになってますよっていうことで、自分でもね、その長時間労働させられてるから、その会社の契約書も一時期、家からなくなってたような気がするんですよ。委託金、供託金の。で、それで、そう、次の仕事をすぐ探さなかったりしなきゃならなかったりするから、で、本社に来たら、その委託金か供託金、ちゃんと支払うっていうことを聞いてたんですけども、それでも支払ってもらったりしたことがなかった、何年分も溜まってたんですね。だから、もういろいろ込み込みで言うと、一応その時の訴訟費用の救助申請が通っての裁判なんですけども、その請求金額は300何十万なんですけども、それで収まるわけがないんですよ。で、ただ、もう一件その時、秀和株式会社と同時に訴えていたのが別の主査の人と口論になってた。もう僕は怒ってないんですけども、一方的に1時間半ぐらいかな、1時間ぐらい説教されて、敬語なしで、もうボロカス言われたんですよ、本当に。だから、その主査の人から見たら、その別の主査の人にね、相談しに行った時の、その金額のことで僕はごねてるみたいに思ったんじゃないですか。一応、その内容も訴訟費用の救助申請通って、裁判始まってるんですよ。で、その人は結局、精神病院の医者になってるんですね。その北区役所の主査だった人は、もうそれは平成21年、22年の頃の裁判で、医者として見かけたのは、2022年ぐらいですね。
の、冬場から2023年の、まあ、1月あたりにかけてのその期間で、どういうふうな人を、まあ、その人もね、この辺りを歩いていて、僕の横コースで違う時に、病院内でちょっと話したんですけども、その人の方から言ってきたんですよ。僕のことを覚えてますって。で、いや、覚えてないですって。で、その人が担当していた、里親に育てられていて、で、その里親とどういうふうなトラブルがあったかで、その入院させられてるんですけども、状況をその子から聞いたら、まだ学生の子だったんですけども、自分で料理が作りたくて、キッチンを使わす、まあ、台所を使おうとしたら、その里親に叱られる。で、料理はうどんばっかり食べさせられる。で、それで親と喧嘩になってると。で、それで精神病院入れられてたんですよ。だからその件をもう本人から聞いたから、いや、これちょっとどう聞かれてますかと。もう彼はこういうふうに言ってますよと。で、まあ、母親の方は、生きてらっしゃるらしいんですけども、まあ、いろいろ事情があって、里親の人が育って、出てるみたいなんですけども、まあ、それで、いや、もうこれで彼もこう怒ったりするの、これ無理ないと思いますよと。わかりましたと。で、まあ、その人は以前の件に関して、なぜそういうふうな僕に口論を言ってしまったかのところ、多分誰かから本当のことを聞いたと思うんですよ。で、それで、このい、あの、周り、僕が買い物行くときに、横通り過ぎるときに、笑顔でね、まあこちらにニコってこうしながら横通り過ぎていったんですけども、けども、その人が別に担当医でもなかったし、そもそも精神病院って週に1回、面談があるかどうかで担当医。だからその人とは1回だけ、その宝塚三田病院で1回話しただけで、後から記憶が戻ってきて、あの時の神戸北区役所のあの人だと。まあ、もう名前も覚えてないですし、ただその人は前向きなことを言っていて、もう僕も現場来て働かなかったわからない方ですからっていうことで、まあ、別にもう僕に対して、全然こう、何か、支援というか、こう、恨んでるようなところはない状態で、結構これ起こりうることは話の行き違いだとか、まあ、今回の動画で、まあ、たくさんいろんなことが伝わったと思うんですけど、あまりたくさん言いすぎると分からなくなると思うんですよ。最初の頃に言ってた、そのキャバクラで働いてた人間が裁判所の受付の内側にいた可能性があると。で、その人間、ここの、その春山整骨院の、そのもう一つ後ろの通りのところから、少なくとも2回以上、車を運転しながら僕は歩いていてですよ、巻き込もうとしてたことは2回以上あります。で、もう最初からウィンドウガラス開いてたような気がするんですよ。で、それで多分喧嘩を売るようなことを言ってきて、僕を怒らせたら精神病院に連れて行ってしまってたその警察官の人たちとかいるでしょう。ちょっと1から10までね、話全部聞いてもらえません。これほんの一部で氷山の一角で、僕はキャバクラに連れて、無理やり連れて行かれてるんですよ。もう一回、その金貸しの話に戻りますよ。僕だってね、お金なんか貸したくなかったですよ。途中でその、ややこしい、その結婚話云々の件をされて、あと暴力団の名前とか出されてるんですよ。で、この時、この新部という男は、その特別暴力的なことは言ってはいないんですけども、この上村秀明というものと、もう一人別の男、その男は最近、昨年、この辺りの松屋という、牛丼屋、アリの仲間たちのところで見かけました。その男と二人でいて、この上村秀明というものは、暴力団をちらつかせて、某キャバクラに連れ込まれてるんですよ。で、それが一回目の時で、で、その時は、胸揉ませていた女性に関しては、黒い服を着て、三井住友銀行の藤原大支店に座っていた。しかも金貸しのところの窓口。
この地域一帯がどれだけめちゃくちゃになってしまったかっていうところで、その内科が10件以上、髪の毛を、まあ、基本的に散髪って言ったらいいですかね。まあ、美容院とか理髪店だとか、まあ、そういう言い方でもいいと思います。10件以上、1つの駅の区間に、内科も髪の毛切るところも、あと、ペットの医療機関、4件。こんなところないですよ。すごい人口密集地帯でも。なかなかない、まず。まずない。異常、絶対このあたり。だからもうこれね、1956年に売春防止法が出来上がっていて、それまで政府上層部とかに、めちゃくちゃな連中とかが、もともといた。で、テレビ局も変な放送をずっと長年していた。で、その辺のところの社会問題を僕は、一応まあ、高島彩ルート宛てで SD カードを送って、で、まあ、その前は、報道ステーションの、まあ、古舘伊知郎さんとか、河野明子とか、まあ、昔、フルーツ・ラ・パークに働きに来ていたことを思い出して、その頃は、その訴訟費用の救助申請なしで、裁判が開始して、その勝訴の見込みのある時だけだから、で、ただその裁判の途中でね、その秀和株式会社の件も、北区役所のその人を訴えた方かな、政府の人間が動いたのは、その警察官も。か、もしかして全部の話出てきたらどうするの方かもしれない。だから本当のところの本音はわからないし、結構いろんな人が、有馬警察署に働きに来てるっていうのは分かってるんですよ。だからそれすると、余計話がこんがらがるのと、淡井圭介の件を、一回本当に1から10まで全部聞いてみた方がいいということを確認して、それもちろんエネルギーの残存量だ。問題とかも全部込みですよ。そうじゃなかったら、その時誰が、なぜそういうふうなことを言っていたとか、そういうふうなところの証言っていうものの有効性がなくなってきますから、ちゃんと、一応、秀和株式会社の矢野秀明さんとか、佐古ブロック長とか、山口隆さんとか、竹縄って名乗っていた人、だからもう偽名なんか使ったらもう全部台無し。一応、エネルギーの残存量問題の話で、ある程度のその警察官か、もともと警察官だったのか、その後警察官になったのかわからないですけども、それで一緒に現場に働きに来てたはずだから、だけども長時間労働させるような形になってたでしょう。それは竹縄って名乗ってた人、多分まあ偽名だと思うんですけども、その蒲田発電で竹、は、縄で縛って持って運んだらいいっていう発想の方で、竹縄っていう偽名を使った方だと思うんですけど、その人もともとフルーツ・ラ・パークのバラルマの、その人の披露宴か誰かの披露宴で来てたはずなんですよ。仕事でその人が何か読み上げてるところか何か見てますから。で、秀和株式会社で2000年、2001年とかの頃に勤務していた時に、俺結婚してるでって言ってたんで、多分そうだと思うんですね。一回ちょっと話整理整頓して物事整えなかったら、何が問題かのところで、これもう本当に全部、もう裁判のその当日からね、全部法廷でテレビカメラ入れて、これ先ほどの続きなんですけども、まあ一応証明するために4月17日、13時2分。まあ、先ほど話の途中でちょうど、動画止まってしまいましたけども、その法律的に裁判所の裁判官の許可さえ得れば、録音録画っていうのは認められてるんですよ。で、まあ、たまにまあ、録音録画に関しては、それも認めてもらわなかったらまず無理ですね。その弁護士さんなしで裁判をした者の経験として。裁判官の人たちとかも喋るの早いから、あと何言われてるかもこちらプロじゃないのでわからないんですよ。言われてることの意味が。で、メモも全然追いつかない。喋ってる言葉の方が絶対早いですから、今例えば僕が喋ってる言葉を全部メモ追いつけます。無理でしょう。そんな人いないでしょう。で、家帰ってから、あの時そういうふうに話していたのはそういうことかとか、そういうことが、
多分それで分かるはずだと思うんですね。で、一応ね、一つ皆さんにお伝えしておきたいことなんですけど、まあ、加古さんとか、武田つんやさんとか、まあ僕の、まあそこまで一定委員会の人たちとかだったら、僕のホームページ見てもらってるから分かると思うんですけども、宮内庁に電話をかけて、その、まあ、加古さんに会わせてほしいっていう内容でこう説明しようとしたときに、淡井圭介って名乗っただけで、電話、プズって切れるんですね。で、途中まで喋った、その、まあ、喋った時のその時間っていうのは30秒、1本はなかったと思います。だけども、その喋った内容の、その、一部分がなくなってるんですよ。端末機はスマートフォンで僕の方で録音してるはずなの。強制的に。で、これが、実は警察に通報した時の内容もそうなんですけども、昔もこの話になったんですよ。僕は20歳ぐらいの頃。警察の方に通報した内容とかでも、喋ってた内容の一部がなくなってますって。これ、どうしたらいいんでしょうって。で、もう一回電話かけてくれるって、何回か、これちょっと試してみようっていうことで、現実的に誰がどういうふうに喋ってたか、ちょっとみんな覚えといてと。で、まあ、それで確認しに行って、それ再生してみせたら、ほんまや、なくなってるわっていうのが、それスマートフォンじゃなくて、別の電話をかけてる時の、最悪テープレコーダーだったかもしれないんですよ。で、これ裁判所で働いてる受付の人とかでも知らなかったりするんですけども、例えばコピー機に関して Wi-Fi をつなげてなかったとしても、裁判、その電波の方で直接アクセスとかできるんですね。だから、その良かれと思ってたと思うんですけども、その、相手方と、その自分用と、その裁判所に提出するようで、別に選んでもないのに、3部っていう形でコピーする枚数を設定してくるんですね。で、自分で押せないのに。で、それは、ちょっと別の方呼んでもらって、もう途中で僕、あ、もうダメだこれ、ルール、法律、承認じゃないとこれ無理だと、誰かちょっと来てもらえませんかと、横を見てもらえませんかっていうことで、その普通に一部で稼働するようになってるんですけど、なぜ一部にしたかったかっていうと、値段的なことなんです。5円コピー機っていうものがあるんですよ。5円で1枚コピーできるもの。で、裁判所で1枚20円するんですよ。で、これあんまりたくさん、コピーしていたら、これ本当に全然バカにならないんですよ。何回も電車賃とかでも往復するじゃないですか。で、時間もかかるし、で、会社の登記簿等本のお金もいる。でも、あれやこれやで、こんなに話繋がっていったら、もう、はっきり言ってもうお手上げなんですね。いろんな部分で。で、いろんな部分は、喋ってる内容が一部なくなる件。で、なんとか皆さんその辺のところを踏ん張ってもらって、本当のことだけ話すると、で、それ、途中で、訴えられてるからといって、誰かが動いて、もしかしたらその政治家の人が動いてます。訴えてるのけど、春山整骨院とかですよ。で、先ほど書類見てもらって、気づかれたと思うんですけども、いろいろ書き込み欄がなかったところあるじゃないですか。なぜあれはああいうふうになるのか僕もよく分かんないんですよ。裁判所でずっと勤務されてる人とかだったら分かるかもしれませんけども、まあ途中で裁判番号とか変わってた、あれは訴訟費用の救助申請用の裁判だったみたいなんですね。そういう形の形式のものらしいです。で、ちょっと僕も今何を喋ったらいいのか分からなくなってきましたので、その淡井圭介が覚えておかなければならないことって書いてる欄あるじゃないですか。で、そこのところって文章を書いてもすぐに文章をサイバー攻撃されてしまっています。そうそう。だからそれで、録画の形にはしてるんですけども、だから、ここでね、家の中
に置いていたそのパスワードとか、要するにログインする内容のものとかの一切合切書いていたノート、銀行から何から何まで、それ盗まれてるんですよ。で、家の中にその仮執行の上訴の判決の書類まで盗みに入る人間が現実的に存在すると。で、盗まれていると。で、他にも今までいっぱいあったと。それを通報してもあんまり相手してもらえなかった時もあったと。まあ、そういう大きい意見はさすがにちゃんと受け取ってくれるんですけども、その食べ物でね、いや、パンがなくなってるだとか、ラーメンがなくなってる、もう家出る前にちょっと考えたんですよ。蓋開けた時に5食ワンセットのやつね、蓋開けた時にこれ買い物行ってまた食べられたらどうしようって、いや、さすがにないかって思って、その時聞こえてきたんですよ、食べてもええんやっていう声、電波の方で。で、買い物行って帰ってきたら、いや、いくらなんでもそれはないやろって思ってたら、また食べられていて。で、その件、そういう件、今までの何十年間の間に何回もあるんですよ。で、それを有馬警察署に行った時に、その受付の人がね、断ってきた時の内容が、自分で食べてる可能性があるからって、そんなわけないじゃないですか。だから自分でその内容言ったんですよ。そのここで、ね、その警察官の人たちもその、通報してきた人間の状況と、そのこれ最悪ね、その なぜその有馬警察署の方に直接言いに行ったかって言ったら、それ電話で言ったとしても、そこでね、いや、君が食べてる可能性があるからでガチャって来たとするじゃないですか。いや、こっち家出る前にちゃんと確認してますっていう袋を開けて5食1セットまだ食べてないで、買い物行って帰ってきてすぐ時間にして1時間ほどの間、その間で間違えるわけはいくらなんでもないじゃないですか。それをね、電話でもし言った時に、通話記録として残ってるその音声がね、もしかしたら残るものが君が食べた可能性があるからガチャで終わってる内容に、すぐにそういうふうにコンピューターの AI でされてる可能性があるんですね。だから直接有馬警察署行ったんですよ。一応まあ時々名前聞いたりとかもしますけども、これが世の中の実態で、それをまず警察官の人たちが覚えていただきたいのと、あと裁判所の民事部の受付の神戸地裁のですよ、受付の人たちも直接その部数とか強制的にコンピューターとかに変えられるっていうことを知らない人たち結構います。いろんな意味でテレビ局を2社合併で夜中と明け方の番組なくした方がいい。エネルギーの残存量問題だけじゃなくて、テレビ出たら出たで、あれだけ嘘言ったら後で絶対大変なことになるでしょう。何が法律か分からなくなりますから。その、みんな開き直ってしまったりだとか、こっちではこれでいいっていうことになってる、こっちはこれでいいっていうことになってるだけで、物事を進めようとしてしまうでしょう。まあ、それがその、昔のシューバー株式会社の実態だったかもしれませんし、その社長の矢野秀和さん自体、警察官だった可能性、警察官をしていた可能性もあるんですね。去年かその前の年に、去年だったと思うんですけども、僕は頭の中でね、後ろ姿だけですよ、見たときに。あれ、この人、矢野秀和さんかなって思ったんですよ。で、その時に喋ってきた言葉が、すぐに言葉でこちらが言う前に言われたのが、僕はその人じゃないからっていうことを言ってるんですけども、これそっくりだったんですよ。一回その皆さん、その1から10まで話受け止めていただいて、で、その名前変えること自体もやめなかったら、で、これ正直裁判官の人に対しての悪口じゃないですよ。その特に高等裁判所とか最高裁判所、まあ神戸地裁もそうでしたけども、名前がねすごく難しい漢字を使われてる裁判官の方って、自分たちで裁判とか行って多分名前変えてるんでしょう。裁判官のその判決がなかったら名前変えたらダメなはずなんですよ。
その区役所、結婚とかで入籍とか、それで、姓と名があって姓の方が変わるっていうのは、それはあると思うんです。嫁入り婿入りで。まあ、その正直その、まあ、最高裁判所とかは高等裁判所とかでも死刑判決ってあると思うんですね。その、そこまでじゃなかったとしても終身刑みたいな形だとか。で、あ、もうちょっと震えきてるんですけども、その、怖っていう声が聞こえてきましたけども、それは本当の話のはずだから、いやその例えば車仕事で運転していたとしても人を引いてね、その跳ねて殺してしまった業務上過失致死のはずだから、状況にもいろいろよると思いますよ。いや例えばこれ一回僕電車に乗っていて、その電車が人を跳ねたっていう経験があるんですけども、あんまり言いたくない方なんですけども、場所は美濃谷駅ですね。で、電車は快速だったと思うんです。で、谷上駅からその次停車するのが、北スブランダイだったと思うんですよ。山の町も止まりましたっけ？山の町も通過しましたっけ？快速って。水戸谷駅は 100% 通過するんですけども、あの駅って、その、新海地方面に向かって走っていくとき、要するに下山する方向ですね。で、踏切が、駅がこうあって、踏切がここにあるんですよ。で、電車はこういうふうに下山していくんですね。で、老人のおばあさんが、どうやら踏切に侵入してきたみたいで、多分その老人のおばあさんは、向こうから電車が来ている、駅に停車すると思ったと思うんですよ。快速電車って分からなくて。で、それで、遮断機は降りているのに、もしくは降りかかっているのに、その中に侵入していって、それで跳ね飛ばされてたおばあさんがいたんですね。その時は、ブレーキのかけ方が電車で、その、すごいブレーキのかけ方で、急ブレーキ。僕、座って乗ってたんですけども、体がバターンってこう横に倒れました。それぐらい、まあ、急ブレーキかけても、その間に合わなかったし、じゃあ、その運転手の人がね、業務上過失致死で、その、どれぐらいの、その、量刑だとか罰金で終わるのかとかは、僕はもう全然わからないです。それはもう、それこそ、判例図書館で長年向き合ってきた人か、自分でそういう裁判を扱ったことのある人、まずなかなかいないですよ、そんな件。なかなかないですから。だからそのもともとの先ほどの話のね、その僕の言いたいことは、その高等裁判所とかその最高裁判所死刑判決とかは日本では事実としてあるわけじゃないですか、その終身刑とか。でそれを言うときにね、例えばオウム真理教とかああいうふうな集団相手に対して裁判官として法廷に自分が出るわけじゃないですか。そしたらその顔と名前を覚えられるわけじゃないですか。じゃあ、その難しい名前とかで表現とかをして自分の名前、もしくは、裁判所の判決みたいな形で、まあその方法で、名前変えて、法廷に出てるとか、それなかったらなかったで、日々、安心して、それがあったとしてもなかなか安心して生活できない部分はあるかと思うんですけども、心情的に。まあ、一部その部分はしょうがないなみたいなところは僕もあるとは思うんですけども、その名前書いたりするのやめにしません。小学生の頃のその答案用紙に自分の名前書き込むときに、そこまで難しい名前なんかみんな用いてないっていうこと、みんな知ってるっていうことも、それに学校教育でも学校の先生に教えてもらいましたし、裁判所の人もそれ言いに来てくれた人いました。まあそういう人はちゃんと善意があって、で、もう僕たちもその結論どちらがいいか、その最終的に本人の意思みたいなところで言ってくる人は言ってくるから、やっぱりその方向で、名前変えてしまう人は変えてしまうって。
で、一般人は調査能力なんかないっていう形で、物事が全て止まってしまう。じゃあ行政はみんなのためにあったのか、行政として働いている人のためにあったのか、その家計云々とか、まあ経済関係のことの話にもつながってくるんですけども、本当のことをいろいろある程度知ってる方ですから、もともと昔、すごい昔ですよ。多分、第二次世界大戦より前の頃だったんじゃないですかね。自動車メーカーって民間で、30社ぐらいあったらしいです。昔は軒並み倒産で、で、行政が入って、まとめ上げた方なんですよ、日本も。愛知県でいうと、豊田市という市があります。名前聞いただけでわかるじゃないですか。トヨタ社の本社が、もともとは愛知県、もういつにか東京に変わってるんですよ。だから余計東京に集まっちゃダメなのに、余計東京に集まってる。だからそこからして、いやだから高い建物建てたらダメだ。なぜかっていうと、エレベーターを使うから、エネルギーを余計に消耗するから。僕は生まれたのは1977年なんですけども、僕は生まれる前から女性と男性の生まれてきてる人の数は減ってるんですよ。ずっと毎年毎年前年対比で、ほとんどの年が、とある年だけちょっとだけ、前年対比でちょっとだけ増えてる年とかはあるんですけども、もう今はもう僕が生まれた頃と比べると男性と女性の生まれてきてる人の数は半分ぐらいですよ。もうこういう風な形で、この男性女性、これ棒グラフとしてもうこういうふうな形になってますから、ちょっと待ってください。一応テーマかどうか、なんかものすごいものとするんで、向こうで多分音拾えてましたよね。なんか工事現場のものすごい音、どういったんですかね、木材をこう投げ下ろすというか、そういうふうな音だったんですけど、ちょっと待ってください。木材だからさっき足場組んでたけど、木材なんか使用してるわけないから、電波の方ですかね、私が聞いたの。いろいろその本当のことを話をすると、その音で攻撃するっていう方法、これも行政としてやめなければならない。そうじゃなかったら、行政から大体その悪いことっていうのをスタートしてるんですね。今までの件聞いてもたぶんわかるわけじゃないですか。全員が全員とは言いませんよ。だけどもエネルギーの残存量問題を考えたら、万博なんか開いたらダメだっていうこと分かってるはずなのに、ずっと世界中で開きっぱなしじゃないですか。だから世界中の政府上層部の人たちでエネルギーの残存量問題すぐ忘れちゃう人たちが多いんじゃないですか。ただ COP28 に関してテレビの日本のニュースの放送の内容でですよ、2019年の、化石燃料の消費量に対して2035年には 65% 削減しておきましょうなんですよ、目標が。で、国連に関してはもう何十年も前から資源は大事にしなければならない、こんな生活はずっと続けるのは無理だっていうことをはっきりと言ってます。いろんな大統領は。言いましたっけ、エネルギーの残存量。それはホームページ、淡井圭介の利益の36番見てください。消費は年々、加速してしまってる状態ですね。化石燃料って石油とかのことですよ。もうあんまりないです。2022年で残り54年分、先々ずっと掘っていくことを計算に入れてですよ、多分その計算の仕方とかは父親のそんなに仲間ではっきりと分かるかっていうと多分分からないと思うんですよ。で、何メートル掘ったらどれぐらいの掘削のリグで、どれぐらい採掘できたっていうのを前例に仮定として、けど確認埋蔵量っていうような表現もしてますから、僕もその辺よく分からないんですよ、どう受け止めたらいいのか。ただ掘削のリグとかを増やしたりとかして、これは石油、石炭、ガス、金属類、特に金属類の採掘をするときに一緒に岩石関係とかも出てきます。で、もうくっついてますから、どうしても。もうそれはある程度しょうがない。で、ベルトコンベアで、流し作業で、それでこう、
仕分けしたりしてるような状態なんですよ。で、ちょっと待ってください。今さっき、君が入院とかわけのわからん言葉を言われて、今自分の言葉は何を喋るか次喋るのを忘れさせられたんで、こういう方もコンピューターの AI か、もしくは見てる人間の、内容とかでそうなってる可能性がある。僕の動画見るとき、座ってみてくださいね。みんな寝転んだりしてみると、やっぱりいい加減になって、あんまり頭の中にしっかりと残らない、喋ってる内容は。で、うん、この対応をしっかりとしなかったらもうあとないんですね。僕が二十歳ぐらいの頃、石油の採掘可能埋蔵量が69年分、ガンダムの生みの親、富野さんが現役で働いていた頃、なんかガンダムが放送されてたのが、僕生まれが1977年なんですけど、その数年前でしたから、2年ぐらい前だったかな、1年ぐらい前だったかな、ガンダムが放送されたの。それぐらいの頃だとは思うんですけども、石油の採掘可能埋蔵量80年。で、これ最悪未来からの声が聞こえてきて、それ加味で、石油採掘可能埋蔵量を表現してるのかもしれないです。それはもう分からないです。未来の方では、将棋何年に、いくらだと、これだけの消費量があると、まあ、それは世界国税税とかを見てもらったら、その辺は商業原理があるんで、消費してる量に関しては、それは嘘はないと思うんですよ。いくら売ったかっていう形で、販売数量が明確に出てきますから。そうそう、その採掘でね、200億トン分ぐらいの空洞が出来上がるんですよ。今さっきそれを言われるのを拒む人間とかがいて、多分その記憶を飛ばされたと思うんです。それも僕のホームページに記載してます。だから地下の空洞が200億トン分ぐらいあると。で、巨大な、その、直径が15メートル以上、20メートル以上ありましたっけ？こういう大きな、めちゃくちゃ大きな線、もう人間の大きさはこれぐらい。あんなのに巻き込まれたらどうしようみたいな。それと動力。あんなもの回転させていたら、どれぐらいがそれになくなるんだろうっていう、その削岩機。石炭の採掘とか、もともとは地表のある程度のところ、山を削っていって、その下にある、その、石炭の層とかを、そういう削岩機で、こう、回転させて、もう多分現場ものすごい音してると思いますよ、ゴーン。削っていったりしてるんですけども、そういう表現をスクウェア・エニックスさんのとあるゲームで、大きなそのロボットのその両手がね、その巨大な削岩機になってるんですよ。だから分かっていて多分そういうふうに表現されてるんだと思いますよ。まあ、中国に関しては石炭の埋蔵量あんまりないですよね。まあ、何メートルまで掘るか、まあ日本も同じような状態なんですけど、まず習近平さんの声で心が痛いっていう声が聞こえてきたんですけども、まあ、僕もちょっ と, こと心がこっちにこう心臓のあたりがね、こうその心が痛いっていう、ああいう状態、お互い浄化、法律用語です。これで大丈夫なはずです。そういうことをひっくるめて、その話を始めればね、多くの人は、僕の言ってることが、その、あと裁判所や裁判官の人たちの対応とか、どう言ってるかとか、それ聞いてもらってテレビで放送した方がいいと思います。それしなかったら、一応ある程度はテレビでその辺のことを放送しますけど、全然効果がないですから、もう石油の消費量は年々増えっぱなしですね。コロナウイルスの時だけですね、渡航制限かけた時だけ、石油の消費量は、ちょっとだけ前年と比べて減ってるだけ。ちょっとだけですよ。10分の1ありましたっけ？あるかないかぐらいでしたよね。一応僕のホームページ、その36番のところ見てもらったらわかると思うんですけど、でもその、裁判関係のところの文章まで、サイバー攻撃で文章を変えられてますから、その文章もあんまり長い裁判
長い文章を書き込もうとしても、それいちいちサイバー攻撃でやられたら、もう僕も気力的に持たないんですね。まあ、その辺のところ含めて、まあ、裁判所もそうなんですけども、警察官とか検察庁の人たちに対しても SOS で本当に僕の件始めさせてほしいっていうこと。それと、やっぱり、コロナウイルスの件に関しても、一部の心の強い人たちが、もともと医療機関は、インフルエンザとか、ああいうふうな生物兵器を作っていた。それで医者はワクチンとか効かないワクチンで金儲けをしていた。打つのは無料ですよ。無料って表記されますよ。一般の人たちは。それ税金が投入されてますから、その人たち。架空の仕事でお金稼ぎをしていたのが医者。で、医者のその最末端のところは基本的に精神病院で、だから先ほども言いましたけども、その、主査だったものが、その神戸北区役所のね、主査だったものが、公務員だったものが、宝塚三田病院の医者になっていた。担当は僕だからっていうことを言ってたんで、だと思いますよ。だから平成21、2年の頃の裁判の後、その後、医師免許を取得したのかどうか、まあ、その時にどういうふうな人生を歩まれたのか、まあ、ニコッとしながら、その僕の横を通り過ぎて、まあ、ちゃんと話できる人間なんだっていう僕に、監視のその認識っていうのを持たれたから、ニコってこう笑顔で、接してこられたんだと思うんですね。で、まあその時にこういろいろ話できたらよかったんですが、もう急にはやっぱり思い出せないです。その何でも前に喋ったことがあるだけ。もっと前の宝塚三田病院のその前を遡ると、基本的にもう思い出せる可能性があるとしたら、もうだから平成21年とかの頃の神戸北区役所として主査として働いていた時のその人ですから、もう10年以上も話してない人、窓口でそのまあ1時間なりにしても話したとしても、やっぱり急に顔を見て思い出せるかって言ったら、もうそれは多分みんなほぼ不可能だと思います。まあその人とも話してみたいなと思うんですけども、ああその人の声で聞こえてきましたね。やばい、来るって。一回ちょっとみんなで、その社会全般的にどういうふうなところに問題があったかっていうと、これ早急に対応しなかったら本当にエネルギーの輸入止まって終わりですね。ガスなんか残り49年分です。それ2022年のデータです。国連の。で、ガスの基本的に7割以上は石油の揮発したものです。そのメタンガスを抽出する方法とか、それは僕は20歳ぐらいの頃ウルスラパークで言ってましたし、一部の人はテレビに出てそれを言っていました。池上明さんも確かその方だったと思いますよ。で、テレビで放送しては見て もう何も進んでなかったっていうのは現実ですから、何もとまでは言わないんですけども、そのおでとかからメタンガスとかをっていう話は聞いたことはあるんですけども、本当はそれプラス家庭から出てくる生ゴミ、要するに例えば人参の皮だとか、何か野菜を切った時にまあまあちょっとした生ゴミが出てくるわけじゃないですか。でプラス燃えるゴミとして、処分してるから、そういうものを燃やすのに余計、まあ、辿っていくとガスという表現でいいと思います。電子コンロだったとしても、電子焼却炉だったとしても、まあ、ガス火力発電所とかありますから、それは原発だけではエネルギーを賄えないからであって、その生ゴミとかを貯蔵するタンクとかを各町内に何箇所にも設置しておけばいいっていう話であって、こんなにたくさん家を作る必要がまずなかった。で、生まれてくる人たちがずっと少子化なのに、ビルが高くなっていってるでしょ。それが話が矛盾してるんですよ。
だからビル1棟丸々、立ち入り禁止、禁止になっていたり、新築ですよ。神戸市中央区に何箇所かありました。今どうなってるか知らないです。高取駅の近くもそうですけども、あそこは人入ってるんじゃないですかね。だから建物はどんどん低くなっていかないとおかしいんですよ。僕が生まれてくる前から生まれてきている人の数どんどん減ってるんですよ。で、あとそれプラス、その第二次世界大戦の後ぐらいの頃で言うと、その頃は朝鮮半島で大きな戦争があったわけじゃないですか。で、その前が日本が台湾とあの朝鮮半島を併合とかしてましたから、朝鮮半島の人と、あと、まあ、台湾の方もあの戦争、その頃、日本が戦争終わった後も戦争あったから、多分日本に逃げてきています。その人たちがまだ自分の母国に帰ったりとかしてますから、ただ家の件数の方の話、世帯数。家の件数これしかない、これだけしかない、1万件ぐらいしか算出しないのに、なぜ、人口10万人表記なんですっていう話なんですよ。だから人口は、日本は4000万人いるかっていうと、まあそれぐらい、1億2000万人、あ、それはもう、併合してた頃の人口です。最悪満州国の人の人口込みですね。いや、だから、選抜、春の選抜とかでね、出校、今年のその、高校球児の人たち、まあ、もともと秋季大会で、前の年の2023年の秋季大会から予選始まっていて、最終的に秋季大会の後、明治神宮大会があって、そこで一応、日本一は決まってるんですけども、その時の成績に応じて、選抜、春の選抜高校野球、どこまで出るか決まるんです。で、参加校が2800校あったかないか、3800校あったかどうかなんですね。じゃあ、人口仮に4000万人だったとして、100歳まで生きてる人はまずいません。基本的に。まあ、老人ホームで働いたときに、他の老人ホームとかで、100歳まで生きてらっしゃった方っていらっしゃいましたかって聞いたんですよ。で、一応、方々に聞いてくれた人がいて、いや、誰もそんな人見たことないって言ってるって。だと思いますよ。普通に考えて。で、じゃあ、高校生の人の割合を仮に人口は日本の今の国境は4000万人としましょう。じゃあ、1年生から3年生までが高校生なわけじゃないですか。じゃあ、人口、まあ、ちょっと待ってください。40万人なわけないですね。それだったら、100分の1だから。120万でもったら150万人くらい。150万人に対して高校生が、参加校が3800ぐらい。もうこうなってくると、本当に4000万人いると思いますの話になるでしょう。空きはいっぱいありますよ。で、あと、変に社宅とか増やしている家いっぱいあります。だからそういったことも込みで、さすがに裁判所でそういう話をしておけば、まあまあ、僕のホームページの方で前輪の地図で、その世帯数ぐらいですけども、ある程度ですよ。その行政の方も僕みたいにああいうようなある程度の表現しかできません。法務局の人が言ってますから、土地とか建物を管理してる、書類を、お金出して買えるところがあるんですけど、そこは法務局、会社の登記簿もそうなんですけど、そこの法務局の課長の人とかが言ってるんですよ。我々が、全部管理できるわけじゃないですからっていうこと。だからこれは何が起きてるかって言ったら、前から地震発生した時に、建物の解体に関して、急に行政の方が建物の解体に動けない理由として所有者がそこに住んでた人じゃなくて4代前まで遡った人が所有者になっていて要するに遺産相続をずっとその国に法務局に提出してなかったっていう例でだから
その人はもう生きていないわけじゃないですか。だからそれはそれで行政の対処方法があって、それで現場にあの地震が発生した小霞が関を作るような形になったんですけども、それはもう熊本大地震の頃にはもうそうなってたと思います。伝言ゲームになっちゃうんですよ。あの各行政の、市役所区役所の人たちは県庁の人たちとかに挙げて、まあ、各都道府県だからそこの名称に合わせて、まあ、まあまあ能登半島でいうと県ですから、金沢、石川県、石川県、訂正、金沢市、石川県で、各省庁の方に連絡するわけじゃないですか、ないですか。だから伝言ゲームになっちゃうから、やっぱり喋ってる内容とかもかいつまんで、早く伝えようと思ってかいつまんで伝えてしてしまうと、それ何も間通すと一番上に伝わった時にだいぶ話が違ってる内容とかで伝わったりしてしまうから、現場に消火隅が関を作ったりするように書いたんです。それは阪神淡路大震災の後の頃は僕はそう言ってましたね。霞が関の上の方の人が全員現場行ったらいいじゃないですかって、その方が早いですよって、自分で見た方が早いというよりも、自分で見なかったら、みんな実感として、あの感覚もそうなんですけども、被害状況はっきりとその方が分かりやすいです。まあそういう方もあって、まあ慰問とかそういう方も含めて、まあ、陛下は、現場に赴かれたり、大きな地震が発生したら、それは各現場に行かれてると思うんですけども、やっぱり何でも自分の目で見るっていうことの方が、その、的確に物事を捉えれるということで、ちょっと話が、だいぶ僕の裁判関係から、それてしまったんですけども、結局、つながってくるんですよ。地震の発生の仕方について。だって、年間200億トンも世界中で空洞を作っちゃってるんですよ、地下に。それで活断層とか言ってるんですよ。さ、空間がそこに広がったら、上からの重みで岩盤層もそうですけども、それプラス海水とかね、まあ、いずれこうね、ズドンってこうなるわけじゃないですか。で、能登半島は隆起してるとか言ってるんでしょ。両サイドが入り込んでしまってるんですよ。中が空洞化してしまってるから。だから地面が上がるんです。だからどこかで地面は下がってるんです。海の底とかで。まあ、阪神・淡路大震災の時もその地震の発生地点について、まあ、その神戸市立ホテルフルーツラパークとその当時の大臣の方たちとか天皇家の人たちとかお会いしに来てくれて、まあ、それも県に関しては各大臣とか、あとマスコミ関係の人とかも、あの淡井圭介を知ってる人たちが多かったですから、僕の証言によって結局地震 の震源地って変わってるんですよ。明石海峡の近くのところが震源地になってましたけど、あれ違います、全然。もう被災地見た方がそれこそ早いです。あの辺の、明石市はそこまで大きな被害、前回の家屋はそんなにほぼなかったと思います。で、須磨区、垂水区がその、明石海峡のところなんですけども、明石海峡と言いつつ、まあ、神戸市の垂水区なんですけども、その隣が明石市なんですが、まあ、岩盤地帯の上に家が基本的にたくさん建ってるっていう部分もあって、垂水区のところは、全壊家屋って、あんまりなかったでしょう。で、どちらかというと、兵庫区とか、長田区とか、中央区、東灘区で、で、それもともと、今の名所、新湊川で、もともとの名所、湊川っていう川なんですけども、そこの河川の底が、コンクリートがもう、だいぶ前に剥がれて、その下、土なんですよ。で、雨降るごとにこう、まあ、通常から、まあ、もちろん水流れてるんですけども、中の空洞が広がってたんですよ。多分。としか言えませんけども、地球の重力が中心に向かっているのであって、海よりも下のところまでどん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 、下に空間があればあるほど、そこに砂とか土になったものが、まあ、石とかもだんだんお互いぶつかり合って、だん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 削れていって、まあ、小さな石に変わっていきますから、もうここらはものすごい年月とかの話になってきますけども、ただもう、余震運動とか小さな地震とかたくさんあるわけであって
て、そのために地面の中は亀裂だらけになっていって、割れてるんですね。隙間とかたくさん出来上がってる。だからそこでどん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 水が流れ込んでいって、さらに、微量に削っていったりだとか、空洞化が広がるっていう話なんですけども、それによって、地面の中で、ガタンとなることによって、かたや地面が上がる。入り込むから。だからそれが、地面が隆起する正体であって、阪神・淡路大震災の時から、地面が大きくその隆起してるところは隆起しています。ちょっと、話だいぶそれましたけども、この内容、一応やばいっていう声聞こえてきたんですけど、これだけはっきりしてたらそれいいって言ってたはずですか、武田恒也さん。あてに、この件も、この状況としてね、だから僕が裁判で訴えたときに、それも訴訟費用の救助申請が通ってるのに、精神病院に連れて行かれてるんですよ。一番最初は、姉が連れて行ってるんですよ。で、姉は親に、その当時は親は生きていて、親は近隣の人たちにああ言われてる、こう言われてるとかで、僕を精神病院に連れて行ってるんですけども、その春山整骨院がもともと、2003年に建物を解体してる。で、そことはいろいろこう、だから、淡井圭介が悪いみたいな形で逃げてしまいませんでした。それ会社の経営陣が悪いんですよ。あんなとこに建てた人は。で、あんなに夜遅くまで営業してた人たちがね。だから、判例に背いては即逮捕ですから、同じ人物だったとしたら、もうそれ、本当はそういう話ですし。だから、その代理人だった人、もう昔永田っていう人でした。これはこの世の中の実態で、精神病院っていうそのシステムをもう一回やめた方がいいです、本当に。ちゃんと裁判所で何でも証言、第三者が傍聴席にいるところで。じゃなかったら、分かりやすく言うと、これは他の、僕は絡まれたり、云々とかでね、去年かな、その生田警察署の方に、通報という形で言いに行って、で、別の誰かの人もその現場見ていて、通報してくれてたみたいなんですけども、以前と同一人物、もうものすごい勢いでギャーギャー言っていて、で、その時にね、もう連れて行こうって言い始めてたんですよ。いやいや、ちょっと待ってくださいと。現実的に、精神病院とか入院したら、1ヶ月で請求っていうものは100万円を超えてくるものであって、で、高額療養費制度とかあるにしても、もうそれだけで仕事も、辞めさせられたりとかしますから、仕事の数もあんまりないんですよ、もともとの世の中。だから、人生、もうめちゃくちゃになって、余計本人、荒れたりとかするケースもあるから、そうじゃなくて、例えばね、阪神・淡路大震災もあったし、もうみんなあまりお金ないし、もう、ある程度の年齢の方だったら、その辺歩いていったら分かると思うんですけども、いろんなとこ、店変わってるでしょうって、やっぱり倒産ってあるんですっていうところで、世の中もともとそんなもので、その大した収入なんかもともとみんな稼げませんと。それとあとプロ野球業界の年俸何億っていう話は、あれは年収ではありませんっていうことをはっきりと言ってあげて、なだめるところと、あと今後、彼にもう、彼もやめといてくれるって、彼は彼でもうすごく傷ついてるから、もういろんな人からもう街中すぐ絡んでくる人が、この間も絡まれたのか、今でもそう。ちょっと春山整骨院の以前の分の動画アップロードしようとは思ってるんですけども、その裁判所に提出した先ほどの裁判番号のところ。だから、ある程度、その中で働いている人たちが、まだテレビ出ていった芸人だとか、そういう人たちだっていうのはもう見て確認してますし、で、そのエネルギーの残存量問題、もうみんな覚えてもらわなかったら、これ、きりなくなるんで、
だからその辺のことも含めて、法廷に出てきてほしい部分はあるんです。その実質的にその頭で覚えたとかじゃなくて、それだともうどうせ1ヶ月も経ったら忘れますから、行動でその車なんか所有してたらダメなんだなっていうことで車を売却するだとか、車生産するときにもエネルギーすごく消費するんですよ。元が電力とかですけども、まあ電子コンロとかで金属とかしたりとか。もう条件は円安だから分かるじゃないですか。海外から鉄鉱石買い付けるぐらいだったら自分たちの国でって。であんまりその贅沢な暮らしを望まないで、せっかく作った中古車とか乗ってたらいいじゃないんですかっていう話になってきます。だから昔もともと僕はどうしても通勤手段で必要だった時に車を購入しましたけども、まあ中古車ですよ。24万とか。それぐらいの車です。もう傷とか最初からあって、そのかっこいい運動とかそういうことじゃなくて、その仕事のあくまでもその通勤手段として使用するものであって、車乗ってみたら分かると思いますけども、外観分からないじゃないですか。中しか自分は見えないわけじゃないですか。でその通ってる車を見てね、いちいちかっこいいかっこ悪いとかいちいち皆さん判断します。それ暇な時じゃなかったら、車は通り過ぎていくときに、普通に道を歩いているときに、車もいちいちそんなに見ないでしょ。一応視界の中には車が入ってきてるだけであって、ただただ通り過ぎていくだけで、車乗ってるイコールかっこいいわけじゃないじゃないですか。もしここまで本当のことが分かっていて、それでもまだ車休みの日に乗り回してるんですかとか、そういう話になったときの方が、かっこ悪いじゃないですか。なんかちょっとそのみんな全員冷静に物事を考えてもらって、対応しなかったらもうどうしようもないんで、一気に物事を変えるとしたら、その裁判しか方法はないと思います。エネルギーの残存の問題に対してですよ。今回はちょっとこれぐらいにしておきます。